大石先生流2019年5月のランキング、後編はい、昨日はですね、はい、前編ということで、9つあるランキングの中の8765を発表いたしました。で今日はまず上位4つ、4321と、あと残念ながら第9位の発表ということになっております。はいはい、じゃあもう早速いきますが、5月第4位の方ですね、名数9の方でございます。名数9の方はですね、まあ、4位ぐらいになってくると半分よりも上ですから、良い方に入っているわけで、どういう良さかというと、これは人の上に立ったり、人を支配する運というのが回ってきましたと。ですから立場的にこう人を管理するような方であれば、あとスムーズにお仕事が運ぶでしょうし、はい、特に別に肩書きとか役職とかなくっても、なんとなく取りまとめ役をやらされたりとか、やらされたりって言うとなんか嫌々みたいですけど、結構やって嬉しいとかね、やって充実感があるとかというふうに、まあ、人の上に立つ運気が来ましたよということで、はい、第4位となっております。はい、はい、そして第3位、名数が6の方でございます。はい、名数6の方はですね、内輪を固める運というのが来ましたので、はい、お仕事とか対外的にこう発展するというよりは、例えば家庭内が円満に行くであるとか、自分の枯れてよりのその悩みみたいなものがね、その心の悩みみたいなものが解決するというふうに、外よりも中が整うとか中が良くなる。でその中にはもちろんその例えば体調良くなるっていうのもありますから、おまあ、今までちょっと調子悪いなっていう方は、今月ぐらいからですね、体調回復してくるであろうと。ですから家庭、健康、あるいは心というふうに、全て内側が良くなっていく月だというふうに考えていただくといいと思います。嬉しいです。はい、はい、そして第2位ですね。第2位は、5の方、名数5の方。第2位名数5の方はですね、はい、交際運というのがやってきまして、まあ、人とのお付き合いですよね、まあ、なんか、新しい人間関係が広がるような月になっております。でこれは本当もうネットワークというか、その何だかな、芋づる式って言葉はよくないけど、一人の新しい知り合いができて、そこからまたさらにこう次がこう発展して出てきてみたいんですね、こうバーッと線が広がっていくような形ですの で,、でこういう時にあまりうちでじっとしてこもっててはよろしくないので、見ず知らずではあるけれども、とりあえずいろんな人に会ってみましょうというような、開運法になりますのでね。はい、さて、いよいよ5月最も運気のいい方、はい、名数2の方でございます。2名数2の方、まあ、かなり活動の幅広がるのもありますが、まあ、何よりもですね、肩の力が抜けて、はい、自由にやって結果うまくいくみたいな形の運勢なんですね。何々しなくてはならないとか、堅苦しくこうじゃなくて、だから自由に振る舞ったら結構それが評価されちゃったみたいな感じの、まあ、自然にそう、自然体ですよね。だから、そういう肩肘張らない良さみたいなのが出ますので、好き勝手やってれば評価されるというラッキーな運勢になっておりますので、まさしくこれが第1位だと。あら、すごい、はい、ということで、さて、はい、問題は第9位でございますね、はい、今まで言われなかった方でございます、うん、名数1の方、第9位でございます。残念ながら、はいはい、何が第9位なのかと言いますと、非常にこう闘争的というかですね、争いの多い一月になりました。いろんな敵と戦っていかなきゃいけない月だよということになります。それは個人レベルの喧嘩云々ばっかりじゃなくって、お仕事上でどうしてもこうやり合わなくてはいけないとかですね、自分の意思を貫くために反対勢力に対して非常にこう力も気も使わなきゃいけないみたいな感じの、はい、休まらない戦いの月っていうのが今月だよということになります。という理由で、はい、申し訳ない第9位となっております。はい、私のせいではありません。私が決めたわけではありません。そうですよね、はい、ということで、はい、でもまあ下位だった方はね、あ、そう、それでやっとですね、そう、これで9つ全部発表しましたけども、9876のランキング下位の方には明日ですね、そうですよ、明日実験、どういうふうに過ごせばよいかと、被害最小限の過ごし方というのを、伝授いたしますので、はい、必見でございます。そうですよ、これはね、絶対見るでしょ、下位の人は。そうですよね、はい、ということでございます。また明日を楽しみに見てください。